こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない歴史を知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまり裏話もお届けします。はい、今回はですね、アメリカ中国ともにですね、台湾有事を煽り出したっていうことと、日本もですね、日本も最大の軍事演習始まります。でそこに NATO の、ね、方も来ますよ、ということで、これ第三次世界大戦想定しちゃってんじゃないのっていうことまでね、考えられちゃうっていうような状況になってきましたので、まあね、もうそんな起こらへんからっていうのはいいんですけれども、ちょっとねこういう情報にもね、フォーカスしていった方がいいんじゃないかと、まだ来ないけどそのうち来るからね、っていうところだけ分かっていただきたいなと思って、今回はその情報をまとめさせていただきました。まあね、中国をね、もう習近平さんが権力を固めたんで、そう、国内はもうある意味固まったから、次は外だってなったらね、まずは台湾ですからね。ですね。もう時期が近づいてますんで、その辺のね、話を奈良さんにしてもらいたいと思います、はい。ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください、今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、そうやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました、そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止というね、ある意味言論統制ができてしまいました。そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしています。実は YouTube で内容がやばすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。すでに新作動画が50本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます。こちらはメルマガでのみ動画見る方法を設定してます。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもまだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です。特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております。ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずですね、習近平さんがね3期目を決めました、その、3期目が決まった党大会の冒頭ですね、16日に開幕したんですけれど、そこで政治報告がありまして、台湾統一に向けてですね、武力の行使の権利を決して放棄しないということを強調したというふうになっております、で、これに対してですね、台湾総統府は主権について譲歩しないと、当然その反論するというような形になってまして、舌戦がここからちょっと繰り返されるんですけどね、その次は17日、その次の日ですよ、ブリンケンさん、アメリカの国務長官ですけれども、中国はもはや現状を受け入れられず、これまでよりもずっと早い時間軸で台湾統一を追求すると決意したというふうに言うてますよ。決意したとか言うてますよ、勝手に言うてるんです、そんなもん分からへんやんね、決意したかどうか、見えたんじゃないですか、決意が見えたの見えるか決断したというふうに言ってますね。何を持ってやねんって僕はね突っ込んでましたけれども、それは置いといて、でその次ですね、こっちの方の人の方がまだ信憑性があるかなというふうに思ってます。軍のねトップですよ、海軍トップなんですけれども、この方はですね、今まではデイビッドソン、アメリカインド太平洋軍司令官がですね、当時ですね、当時その司令官やった方がデイビッドソンさんという方がおったんですけれども、27年までに台湾に中国が攻める可能性があるというようなことを言ってたんですね、あと5年ぐらいで、それが27年は中国軍創設100年目のこの節目だからというようなことを言ってたんですよね、だからそれまでにはやるんちゃうって言ってたんです、じゃあもうちょっと時間はあるんちゃうかなって言ってたんですけれども、この方はですね、マイク・ギルディアメリカ海軍作戦部長なんですけれども、海軍ほぼトップですね、で2027年ではなく私の中では22年あるいは23年の可能性もあると思っていると。22年ということはあと数ヶ月、あと2ヶ月しかないですけども、そんなけでやってくると、はい、これ年末やん、23年ということはもう早いうちですよということね。で過去20年を見ると中国は目標よりも早く実行に移してきたというようなことを言っております、ということで、想定より早い
台湾侵攻もあり得るということで、アメリカ海軍のトップがですね警告したというようなことが19日にありました、はい、まあこれこの流れを見てですね、君らがペロシさんをねナンバースリーを台湾に行かせたからやけどなっていうね子供思っちゃいますよね。みんな普通だよね。もっと言うとアメリカ海軍は早く戦いたいんですよ。ああ、どっちか言うと。だってそれは戦わない意味ないし、ね、戦って武器いっぱい使ってまたいっぱい武器買えるの。うまいね。うん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 。まあ戦争がない方が一番幸せってみんな思って。それはもう僕たち当然一般人含め 99.999% の人は戦争なんかいらないんですけど、そうこういう人たちは戦争ないと食っていけないですかね。戦争ないとね存在意義がね、うんうん、いやそれからアメリカ経済自体軍需産業が大部分を占めてるからね。そうやね、うんうん、まあまあ本音のところはもしかしてそうなのかもしれないですね、うん、まあそういうふうにしてですね、黒瀬さん、うんが、まあ、不安定にさしたことでこういうことが起こってきてますよということですね、はい、そして、同じく19日なんですけれども台湾側はですねこういうニュースが出ましたね、アメリカと兵器共同生産を検討している、うん、まだ検討段階なんですけれどもミサイル技術など、ミサイル技術提供などが焦点になってますよというようなことになってますね、うん、ということでもしかしてですねアメリカと台湾はですね兵器を共同生産するかもしれないということで中国を煽るというような状態になってきます、うん、で半導体なんか台湾でね今作ってるのが強いからさ、うん、まあそこら辺は兵器の作りにおいては台湾は強いでしょうね、うんうん、ということで、まあ、ここら辺検討されてるんでしょうけどね。でまあこういうふうにね絶戦というか政治的なパフォーマンスでのこうやり合いがささっと行われたと、うん、ここら辺固まってですね、その時19日なんですけれども、うん、台湾ではこんな報道が出ております。侵攻へ備え、防空壕は10万箇所以上、習主席が武力行使法規制なので、まあ、台湾は準備してるよというような報道ですね、はい、これはですねまず防空壕が10万箇所以上あって8600万人収容可能だと、もう頼もしいじゃないですか。台湾は2300万人しかいないんですよ、うん、だから3倍ぐらいのその防空壕は掘ってあるということは言ってますよ。ほんまかどうか知らんけどね、こんな軍事機密やから、うん、で学校から防空壕アプリをですねダウンロードするようにこの進められていて、小学生とかはで空襲に備えるビデオとかもですね学校で見せられているというようなことはね、はい、で、こういうセミナーとかも流行ってるらしくて満員らしいです。この先々の予定まで結構予約埋まってるらしいですけれども、最新の中国軍の、戦闘服、うんうん、じゃあもう軍服見たらあ敵だ味方だっていうことがまず分かんないじゃないですか、うん、素人は、うん、味方っていうか助けに来てくれたのかもう殺しに来たのか分かんない、それが危ないですよねということで、まあ、服を教えてるというような人もいるわけですね。まずそんなん教えたら買えるかもしれへんし、 あともっと言うとあの軍服着でしたら一般人こうしたらあかんって決まってるんですけどね、うん、絶対ありえないんですけどね、うん、子供は一応ね。でもまあ何が起こるか分からへん、そんな時でもお金儲けしようとする人もいると思う。なるほどなるほど、うん、まあでも僕やったらちょっと行きたいなって思いますよ、こういうセミナーやったのか、うん、いやじゃあ軍服だけじゃなくてここではですね、うん、大量出血を伴うような大怪我をした際の止血方法とか、はい、そういうちょっとサバイバル的な、うん、戦時中サバイバル的なことも教えてるらしくてね。でこういう一般の主婦の方がですね、うん、まあこういう備えも必要なんやと思いますというような、まあ、テレビでこうやってインタビュー受ける人で大体やらせって相場が決まってるんですけれどもでもまあこの人それはあなたが言ったらもうおかしいのが僕言わせなさい、ほんまやな自分で解説して自分でやらせるんだったらもうあかんあかん、時は考えるんで、まあ、ほんまやね、ほんまやね、そんなことはない、みんなほんまのこと言ってるから、まあ、うん、まあこういう一応本も家族守るために必要なんやないかって、はい、こういうねこう人が言うてるわけですよ、主婦とかが、うん、で3000人以上が受講待ちということでね、うん、で、まあ、こうやって被災準備、家族のためにですね、こういう被災準備というか攻め込まれた時にちょっと防空壕とか穴とかに隠れて過ごせるぐらいの準備はしときましょうというようなことを言っておりますね。あと中国軍が持ってる銃でも防弾できるような、うん、そういう防弾チョッキも、うん、この人は揃えてると全員じゃないと思いますよ、かなり人数は少ないと思いますけれども、まあ、こういうふうなことをやってる台湾人もいるということですね。まあ、ちなみにサバイバルって本当に逆にこういう格好したことありますけどね。あ、ほんまやな。あの
ジュネーブ条約で軍服同士でしか撃ったらあかんって決まってるんですよ。だから間違えて撃たれるかもしれないです。だから敵基地攻撃能力を備えてしまった日本みたいな感じだね。そう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 。逆にね、そんなん武器持ってるやんっていう。武器ね、なるも格好見たらちょっと怖いからね。怖い怖い。向こうだってほんまに自分が生きるか死ぬかやから。ですね。こんなん近づいてきたら素人やって分からへんからね。分からへんからね。パジャマでおった方がいいね。むしろ。極論ですよ。でね、日本はどんなことが、日本はどんな備えを知るのかというお話ですけれども、まずですね、9月30日にこんな報道出てましたね。ミサイル飛来、一時的避難先1400万人分確保、知らん公表ということでね、実はね、公表してるんですよ。大阪とかではね、もちろん公表しておりますよ。はい、まあね、これ東京が中心になってますけれども、そういう緊急時に避難先として指定されているところありますんで、まあ、各市町村でですね、市町村というかもっと大きな単位になるかもしれないし、各市町村とかで出してるはずなんでちょっと調べてみてくださいね。この頑丈な建物を基準に、そういう一時避難場所にもう定めてあるということです。あとね、何千万人分か足りませんけどまだちょっとずつやんか、ちょっとずつね。まあ、薄いコンクリートが多いんちゃうかな思いまして、誰がへにゃへにゃや誰がシャバシャバに水入れとんねん、誰が中国を支援しとんねん、ほんまやな。ちょっと待ってくださいねですね、こういうふうに、公表しているよっていうことでですね、あとこれですよ、今回言いたかったらこれですよね。地上波でもやってると思いますけれども、日本でも超最大級の軍事演習が始まります。トコモシワっていうとこね、南西諸島の沖縄よりちょっと、鹿児島の間ぐらいに奄美大島っていうところがあるんですけれども、奄美大島のちょっと横に徳之島というところがありまして、徳之島っていうところで離島の防衛を想定した訓練をやるということですね。だから、日本島国じゃないですか、島たくさん多いからいろんなところが防衛線になるっていうことで、おそらく合同演習開始するんですけれども、11月10日から19日にかけてということですね。3万6000人ですよ。日本の自衛隊が2万6000人、アメリカ軍が1万人、で艦艇が30隻、航空機が370機ということで、ごっつい規模です。でオーストラリア、イギリス、カナダも軍事演習参加するということですね。はい、NATO の担当者もオブザーバーとして初めて参加するということです。オブザーバーって あれですよ、こう発言権あるけど議決権ないみたいなやつとか、発言権も議決権もないみたいな、ちょっと会議参加させてみたいな感じなんですけど、 NATO の担当者がここに入ってくるってことはですね、もうそれもヨーロッパですから、第三次世界大戦想定してる感がすごいなっていうふうに。だって NATO は北大西洋条約機構だからね。関係ないの、太平洋なんですよね。そんなおかしいけど、おかしいけど、うちにね、参加されるだけならどうぞお勉強のためってね、いうふうに何度でもこう言い訳はできますけれども、やっぱりそういうのをもう目指してるんではないかなっていうふうにうがって見ちゃうっていう感じですね。で一応ですね、この日米訓練3万6千人っていうのもおそらくほぼ初めてですし、離島防衛訓練が徳之島で行われるというのも、初めてですわ。奄美大島の方でもですね、アメリカ軍のロケット砲システムハイマース、これウクライナ戦争でも大活躍しておりますけれども、ハイマースが配備されるということですよ。こんなんあったらですね、移動しながらミサイル撃てるので、奄美大島どこでも標的になるっていうことです。中国からしたら撃ってもいいってことね。そうだから普通はその国際法上ね、そのミサイルを撃てる基地しか撃ったらあかんっていう話なんですよ。でも困難が街中走り回ってったわっていうね、理由があったらですね、どこでも打ち込めるっていう話になってしまいまして、これがあることで逆に危なくなるという可能性もあるわけですね。世界遺産になったんですよね。確かに世界遺産になりましたよ。なったのにこんな気な臭いことばっかりしてね。あれ世界遺産は多分ね、それを覆い隠すためのあ、そういうことそう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 、だ僕はそういう意味やと思います。もちろん、素晴らしいとかあったんですけれども、これみんな真剣にちゃんと取ったですけれども、軍需関係から、軍事の関係の人たちからしたら、それがあることでそっちは分からんようにこの覆い隠されるでしょ、その間っていうような、そらしね、そらしやったと思います僕は。はい、それは置いといてですね、
カーネギー国際平和財団がですね、台湾有事が起こる前にっていうリポートを書きました、うん、書いてますのでちょっと紹介させていただきますね、うん、まあ、兆候が出るでしょうと、どっかの情報機関がですね、こういう兆候が出てきたら中国からあの注意しなさいよっていうようなことを言い出すと思うから、うん、それまでは大丈夫やでっていうことをカーネギー財団が言ってるんですよね、はい、で、侵略が台湾有事のね、侵略が予想される半年から1年前に軍全体で懲役解除と将校の復員を停止させる措置を取るだろうと、うん、で半年ぐらい前にはほとんどの通常訓練を中止してですね、ほぼ全ての主要装備の整備を行うでしょうと、はい、うん、なんか使えるようにっていうことですね、実際にまあ兵器が動くようにっていうことをやるでしょうということですね、うん、そして海軍空軍は台湾海峡に近い海軍基地軍用飛行場などですね、うん、アメリカとか台湾から爆撃される可能性のある軍事施設から離れた場所であの船の整備とかね、潜水艦とかの整備、再武装、補給、修理を行う能力を拡大させるでしょうと、うんうん、なんか今のこの台湾側にあるこの基地ではそういうのを減らしていって、もっと奥側の基地でいろんなことを、まあ、その基地の設備を拡大する動きがあるだろうというようなことを言ってるわけですね。であと海軍はですね、うん、中国海軍ですよ、その各潜水艦以外の普通の動力で動いている潜水艦、原子力潜水艦以外でもね、そうのバッテリーを交換するだろう当たり前ですけど細かいや、うん、うん、で全ての船にその潜水艦にですね、ミサイル魚雷弾薬を搭載するために訓練を強化するだろう、うん、ということを言っていると、こういう兆候が見られたらもう、あ、もうすぐ戦争近いんやなっていうふうに考えるべきですけれど、まだまだそういう兆候はないからまあ大丈夫でしょというのが今回の結論なんですよね、うんうん、でもすぐには来ないけども、まあそうやって最初からみな皆さんこういうね口の争いをしてですね煽ってますけれど、まだ来ないというふうな結論で僕はいるんですけれども、すぐ来ないんですけれども、うん、まあ何があってもいいようにですね、まあ、適切な準備をしとかなければいけないなというようなことは、はい、まあ、常々神尾 TV からお伝えしていることでありますけれども、うん、まあ、地震のためにとかいろんな準備でこうカバン1個用意しとくとかね、あ、はいはい、そういうのをお伝えしてますけれども、こういうのでこういうのでもまたねこう準備を進める必要があるなというふうに感じましたので、うんうん、お伝えさせていただきました。今回は以上にさせていただきます。まあね、別の動画でも七星さんがずっと言ってくれてますけど、台湾有事ってのは直行日本有事ですからね。そうなんですね、日本も戦いに行かなあかんということになってますから、うん、全然に台湾と中国の戦争、まあ、アメリカも入ってきた戦争じゃなくて日本も行きますからね、うん、ですね、うん、来いって言われてますからね、アメリカから、ね、言われてるんですよ、台湾にね、残念ながら、うん、うん、でね、その、うん、そうですよ、だから矢面に立たされるであろう地域の方は特に注意した方がいいと思いますね、うん、日本の結構リベラルな人たちもですね、南西諸島の軍拡はしょうがない的な考え方を持ってる人も多いですし、日本人全体もそう割合で言ったらそういう人多いんじゃないかな、うん、まあ、核は持つべきだとか、まあ、どこのメディアにね影響されてるかは分かりませんけれども、はいはいはい、そういうことを思ってる人も多いですし、南西諸島の軍拡もそらしゃあがないやろうと、うんうん、この救助なんかで、ま、日本を守れるわけではないしというような考え方も人も、うん、いろんな考え方があっていいんですけれども、まあこのね、実際に戦闘地域になりそうな場所に住んでいる方はですね、十分こういう情報を集めてですね、精査していただければと思います、うん、はい、ただ日本に攻めるのはありえへんと僕はずっと言ってますけど、うん、それはアメリカと、まあ、正面とか戦うから、まあ、そのもうそれやるときはもう第三次世界大戦ですね。台湾はねアメリカと仲いいとはいえ別に守るというあれはないんで。そうですね。まあ、日本がもし日本はまあ間違いなく尖閣諸島は取られますけど。取られますね。何もないからね。だからそれを取られたときにどういう対応を僕たちするんだろうっていう感じですね。だって韓国にすでに取られて竹島には何もしないから。何もしない。いかんですですよね。いかんです言うだけ。いや、いかんすぎるでしょ。徳之島を守るのもいいけど、尖閣にもね、舞台置いたいのに。うまいね。空っぽや。あれはもう取らせるために置いてるんでしょうね。空っぽ。あ、はいはいはい。
竹島もね返せって言わへんし、返せ言わへんね、いかんです、いかんです、うん、だから尖閣取られてもいかんです、いかんです、まあね幸いにして人おらんから、そう、まあそれでグレーに決着させるんじゃないね、ミサイル飛んできてもいかんですって言ってねまあ日本海に落ちたから、なぜね、向こうに落ちたから、うんうんうん、あかんですっていう時はいつなんでしょうね、はい、今かもしれないそこから異常にさせていただきます、あ、面白い面白い、あかんです、いや、あかんですというわけでこういうふうにね、ジョークで片付けられたらいいんですけども、まあ残念ながらどん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 やばくなってきて、まあ、きな臭くなってますので、ね、うん、まあね、最新情報このコーナーでもお伝えしていきたいと思います。あと冒頭で言ったようにですね、コーナーについてももう全く同じでね、やばい話いっぱいで、あと新情報いっぱい出てきてるんですけども、こっちは残念ながら YouTube では一切ありませんので、その情報をお送りさせていただいた今の方、ぜひメルマガの方を登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。この動画ここまで見られてチャンネル登録されてない方は登録もお願いします。高評価ボタンを押せばよろしくお願いします。お願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味もここまでぜひ一度見てみてください。Twitter や Instagram などのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。まあ最悪のシナリオっていうか、おそらくあり得るシナリオとして、とだけアメリカ台湾にね武器中に作ろうとか言って盛り上げてますけど、うん、いざ攻めてきたらやめますっていうね、ウクライナと同じように何もしないと思うんで、いや実際そうでしょうね、うんうん、で武器は送りますよって言っていっぱい送ってくれるんですけど、みんなのお金集めて、ね、うん、で結局アメリカの会社にお金払ってっていうね、うん、感じのこと、同じことやるんちゃうかな。だってね、台湾守るメリットあんまないしね。ないしね。ね、うん、まあ武器が売れるからっていうので今やってるだけだからね。うん。うん、でも日本とか守らんかったら国際的な信頼なんかも地に落ちる感じはするけどね、アメリカ。もうそのアメリカのどこに今の国際的信頼があるんだい。うまいな、ないな。そもそもないな。うん、誰も信頼してないけど、喧嘩強いから従ってるだけ。ほんまほんまや、うん、腕っぷしは強いんで、腕っぷしだけね、だそれだけで従ってるわけでしょ。ほんまやな、うん、どうにかなりませんかね、こんな社会うん、22世紀の人類がやるような文明ではないですよね、秋市でね。22世紀、まあ、あ、じゃあ21世紀の21世紀の100年進んじゃったから20世紀だってもやってることは0世紀と変わりません。一緒一緒、もっとひどいなんか、うん、うん、まあそんな大きく見たらね、うん、救いはないですけどね、僕たちもできることいっぱいありますので、ですね、そういうのを一つずつ積み重ねていくのかね、まずやるしかないんでね、はい、やりましょう。これからもそういう情報をお伝えしていきたいと思います、はい、ではこの方はチャンネル登録と高評価ボタンで応援もよろしくお願いいたします。